ラピス。以前の戦闘では助けられました。ありがとうございます。そんな、とんでもありません。神竜様が導いてくださった結果で感謝されるようなことは何も。神竜様に褒められるのは嬉しいですが、他にもすごい人はたくさんいます。ラピスは腕も立つし機転も利きます。どうか自信を持ってください。自信だなんて、そんな贅沢なものとても持てません。私は高貴な生まれでもありませんし、奇跡的に騎士になっても周りには優秀な人ばかりで、自信を持つなんてそんなこと恐れ多いです。ラピスは自分に厳しいのですね。とてもいいことだと思います。でも他人の能力はラピスの実力とは関係ありませんよ。ですからそんなに卑屈にならず胸を張ってください。でも神竜様、あまり困らせないでください。褒められるのには慣れていなくて、私どう反応したらいいか。すみませんが失礼します。どうやらラピスは何か強い劣等感を持っているようですね。どうにか克服できたらいいのですが。私の鍛錬に神竜様が付き合ってくださるんですか？はい、たまには一緒にどうかと思いまして。嬉しいです。恐縮ですがよろしくお願いします。ラピスは普段どんな鍛錬をしているんですか？各種武器の練習や素振りをしたり、あとは重い荷物を運搬したりしています。重しを乗せた背負子を使って走り込みや登山をするんですよ。それはものすごく体力がつきそうです。一緒に鍛錬するなら神竜様の背負子も必要ですよね。すぐにお作りします。作る？私の田舎では何でも作るんです。それ以外に手に入れる方法がないので。田舎？田舎！作るか田舎と、そう聞きたかったんです。もちろんお願いします。物が作れるなんてとても素晴らしいです。そんなからかわないでください。からかってなどいません。工作技術は戦場でも頼りになります。その技術を私にも教えていただきたいぐらいです。こんなことで褒められるなんて、なんだか不思議な気分です。じゃあ早速背負子をお作りしますので、よく見ていてください。わかりました。おお、すごい速さ。目にも止まらぬ速さでできていきますね。神竜様、受け取ってほしいものがあるんです。これは工作道具ですか？はい、工作技術を習いたいとおっしゃっていたので。ありがとうございます。お礼を言うのは私の方です。私はずっと自信がありませんでした。でも神竜様のおかげで気づいたんです。工作の腕を褒めてくださった時に、もっと堂々としていいんだって。その通りです。ラピスは本当にすごいんですから。この前背負子を作る速さには本当に驚きました。私にも何か工作を教えてもらえますか？では熊手を作りましょう。熊手、一体何に使うんですか？芋の収穫です。芋？芋といっても種類はたくさんあるんですよ。じゃがいも、さつまいも、山芋にブロディア芋。ブロディア芋？名前こそブロディアですが、分布は全世界的です。この辺りにも自生しているのは確認済み。煮ると甘くなってとっても美味しいんですよ。さあ、そうと決まれば共に熊手を作りましょう。すごいです。ラピスから学ぶことはたくさんありそうですね。